ウィッチャーに用なんてねえ。あちこちに行ったんだろう。教えてほしいことがあるんだ。ノビグラドの全てが終わったら邪魔なんだし。リビアのゲラルト、無事だったか。問題を抱えてると言ったな。ああ、ベスのことだ。あいつが何人かを連れて川を渡った。ムルブリデールで黒の軍団を襲撃する気だ。それでゲリラの上等手段じゃないか。ああ、それが命令ならな。しかし俺はデスが野営地を出ることを禁じてたんだ。ムルブリデール、ベスはなぜそこへ。我々は先日その村の住人から援助を受けた。それがニルフガードの耳に入ったせいで見せしめを計画しているという噂が舞い込んだ。5人に1人の村人を吊るすと。なるほど。ベスが村人を救いたがるのも当然の話だ。お前はなぜそれを止める。戦には死が伴う。死ぬのは兵士だけでなく民衆もだ。全員は救えない。それだけだ。お前は理想主義者だと思っていた。好きに思え。だが俺には一つの理想がある。テメリアの解放だ。そのためならどんな犠牲も厭わない。ベスを信用していないのか。くだらん。あいつは俺に命を捧げる覚悟だ。信用してるに決まってる。兵士とそこら辺の盗賊との違いは何だと思う。制服か。真面目に聞いている。回りくどい奴だ。わざわざ返答を待たず答えを言えばいいだろう。兵士は戦術的に物事を考える。攻め時と引き際を知っている。いつ動き、いつ耐えるべきかも。だがベスには戦術的思考がない。あいつは直情的で気が短い。ゲリラ戦ではそれが命取りとなる。あいつを野営地に留めたのは我を忘れて間違いを犯す事態を恐れたからだ。予想が当たったな。つまりお前が抱えてる問題は部下の命令違反か。それで俺にどうしろと。ベスが村に入ったとは考えにくい。近くの森に潜んでいるはずだ。攻撃を仕掛ける前にあいつを見つけ止めねばならない。お前は優秀な追跡者だ。手を貸してくれ。任せておけ。ありがとうゲラルト。オンに切る。ベレンでお茶を。首吊りの木の下だ。そこからムルブリデールは目と鼻の先だ。おい、ふらつきやがって。俺たちの指揮官と王を殺したってこと。ウィッチャーに用なんてね。麓の村だ。すでにニルフガードが大勢いる。処刑の準備中だろう。ベスの姿はない。あいつは衝動的だがバカではない。隙を伺ってるんだ。おそらく日没後に仕掛け。し、なんだ。3人軽装だ。忍び寄っている。あっちだ。すぐ近くまで。黒の軍団に死を。エッメッシェルジェ。遅かったようだ。ゲラルト、援護に入る。ついてこい。Oh!
のつもりだ、ベス。正気を失ったか。お前は俺の命令に背き、無謀な行動に走った。しかも胸当てもつけずに戦いへ飛び込み、シャツがはばけ、へそやモルモルが丸出しだ。あなたは父親じゃないわ。何を着るかまで指図しないで。だがお前の指揮官だ。俺に従え。これはゲリラ戦、戦争だ。軍旗に関わることなんだぞ。助けてくれた彼らを見捨てられなかった。兵士の役目は殺すことだ、ベス。救うことじゃない。それが嫌ならメリテルの修道しか癒してでも目指せ。くそ、武器を渡せ。お前がもう少し成長したら返してやる。成長したらな。行くぞ。フレン、捕虜を取ることになりそうだな。捕虜は取らない。武器はあなたに取られたワロッシュ、素手でやるしかない。放っておけ。もう死体の数は十分だ。はあ？聞こえたろ。耳を疑うわ。あいつは村人を殺しに来たのよ。姿も見られてる。このまま返して報告させるつもり？エムヒルは我々の非常さを知ってる。慈悲があることも教えてやればいい。ロッシュは正しい。それに無抵抗な者を殺すのは。どうしたのよロッシュ。ウィッチャーに骨抜きにされた。奴らは敵なのよ。説明は後だ。ニルフガード人、失せろ。モランタイ、ネスティアマッアップ。行け、気が変わる前にな。巡回兵が来る前に離れるぞ。感謝する、ゲラルト。助けが必要な時はいつでも来てくれ。